きまーす。さっきの一部で2部にもあるよって方もねいらっしゃったのでよろしくお願いします。そう、発売記念インターネットサイン会ねということで、そう、対象商品を買っていただいたお客様にそうライブとかイベント行けないっていうね地方にお住まいの方にも生配信中にサインをお書きして商品と一緒にお届けしちゃうっていう企画なんですよ。これすごい。じゃあ行きますね。入ってきまーす。じゃあナッカーさん、トップバッターナッカーさん、ナッカーさん、いつも仕事で辛い時もなぎちゃんの笑顔を可愛さに癒されて頑張ることができています。仕事辛いんですか？そう、でもそうだよね。ずっと楽しいお仕事なんてないよね。でもね、稽古も今キスバイエイトしてるので稽古も舞台もね来てくださるみたいなので、なんか舞台が舞台じゃない、お仕事頑張ってください。ありがとうね。くしゃみです。トップバッターはナッカーさんでした。スクショできてたかな、ナッカーさん。トップバッターってね、ちょっと油断しがちよね。次、コミちゃん、コミちゃん、ありがとう。キレキレオンダンスかっこいいね。この曲で紅白出場だ。紅白ね、出れるといいですね。目標ですよね。でもこの曲で紅白に出たいっていう、去年は出れなかったので出れるように頑張りましょうね。コミちゃんありがとう。ゴーくん、ゴーくん、あ、ゴーくん、あれ一部あった気がする。今日のお昼は、あ、早速今さっきね卵サンドを食べてきました。差し入れにカヌレがあって、そう、お代理がね、カヌレめちゃくちゃ好きなので一緒にカヌレだってなってました。ゴーくんありがとう。卵サンド食べたよ、お昼は。あ、また、あ、K2K2 さんだ。暗号の人、暗号、本当にね、誰なんでしょう、この子、この人は、この方 K2、K2 さんありがとう。オンラインでも来てくださってるのかな、もしかして。ありがとうね K2 さん。次はなちゃん、はなちゃん頑張ってください。ありがとうございます。申し込めばよかったな。あ、本当。でもね、確かに私もこれ初めてやるのでどういう雰囲気か分かんないよね。こんな感じみたいなので、もし次があったらぜひ申し込んでみてください。はなちゃんありがとね。はなはな、また会いたい。はなちゃん、次はね、りょうさん。りゅうっていう漢字なんですけど、りょうって読むんだね。りゅうじゃないんだ。なんだろう、最近でも勝浦に行ったので。その漢字が難しい。勝浦めっちゃ食べ物美味しくて、もうなんかチャリも濃いで、なんか勝浦あるところって、今千葉県の中に勝浦が熱いです。りょうさん、ありがとう。りょうさんもありがとうございます、来てくれて。美味しいものいっぱい。じゃーん、ありがとう、ありがとう。次セッキーさん、自転車取れるの意外だね。シングル選抜もありがとうございます、無事入れました。選抜常連に なれるようにね、もうセッキーさんの応援が必要です。はい、セッキーさん、お、残念少女もねユニット、そうそう、愛しきナターシャと全然違う私見れるので、 B の初日もぜひね、2回目も見てね。ありがとう、セッキー。あ、セッキーありがとうだって。セッキー、次は、あ、スターフラッシュだ。スターフラッシュ、スターフラッシュ、昨日ぶり来てくれた、来てくれたっていうか名前があって嬉しい。これからも応援します、してください。一緒に上に行きましょう。読み上げ禁止って書いてある。スターフラッシュありがとうね。
天然たけしさん、天然たけし、天然なんですかたけしさん天然。2年前のツーショット写真は全敗だったけど、今回初めてサインが当選しました。そうなの、すごい、私のこと思って泣いちゃったらしいです。またいつか東北へライブに来てくださいね。ねえ、チームメイトツアー終わっちゃったんで、なかなか地方に行く機会も減っちゃったので、東北でライブしたい、イベントもしたいです。東北の方呼んでください。天然たけしさん、ありがとうございます。イェイイェイ。次は、たくちゃん。お、たくちゃん。たくちゃん、選抜復帰おめでとう。歌番組でいっぱい見れると思うと嬉しいよ。ほんと見つけてくださいね、絶対。お、お話し会遊びに行くね、来てください。また話したい、たくちゃん。たくちゃん、ありがとうね、届きますように。次、カズマさん。カズマ、いますか今。毎日仕事を疲れ癒してもらってます。やっぱ皆さん仕事疲れてますね。ありがとう。ただね、会えるタイミングってあんま少ないのでね、今の時代直接会えるタイミング。7月30日のお話し会、誕生日の次の日にお話し会できる。え、嘘、お祝いするね。じゃあ、ありがとうね、カズマさん、ありがとう。次、もかじさん。もかじさん、えりちゃん、ソロライブ良かったよ、最高の。なるちゃんに声似てきた感じある。嘘、前にもなんかね、別の人に言われたんだよね、声似てるみたいな。似てるのかな。もかじさん、もかじさんいらっしゃいます、今スクショしてね。もかじ、ありがとうね。これからもよろしくお願いします。国連パサラン、次は、こうたいじさん。お坊さん、あ、お坊さんが、そう、この方お坊さんで、そう、ひいなぎ推しの方なんですけど、この間、お坊さんだからやっぱお寺にいるじゃないですか、お寺の案内をしてくれてあのオンラインのお話し会でめちゃくちゃ楽しかったです。でもやっぱ移動するとね、電波悪くなっちゃうんで、あれなんですけど。そう、こうたいじさん、ありがとうね。じゃーん、ありがとう。ひなぎ、生まれてよかったね、地球に。次、リータクチョンさん。あ、さっきのクチョンさん、2回目じゃん、クチョンさん。クチョンさん、なぎ好き、ラブユー、ラブユー。ケント、クチョンさんね、この リータクチョン、リータの文字が難しい。そう、エリちゃん、お便り最初に最高でした。本当に歌声が素晴らしくて感動したよ。 MC はチェンジの感想感がすごく楽しかった、ありがとう。クチョンさん、ありがとう。ミスタークチョンさん、ケントさん、ありがとう。お便り最初に最高でした。歌声が素晴らしい。間違えた、待って、間違えた。ありがとう。お便り最初にまたできるように、間違えた。通常に続けられるように頑張ります。ありがとう、ケント。ケント、ケント、ケントだった、ケント。すごいよね、いろんな国の人とさ、こうやって簡単にね、お話できたりするってすごいよね、普通に考えて。おじさん、あ、さっきも言った、クチョンさん、ありがとう。いるかわかんないけど、ありがとうございます。いつも応援ありがとう、ラブ。次、菊池ゆうたさん。ゆうた、ありがとう。応援ありがとう。ゆうたさんもね、いるかな今。ありがとう、たこうじ、これからもよろしくね。ゆうた、ありがとう。次、まさき。最近いろんなメディアでなぎちゃんを見れる機会が増えてきて嬉しいです、ありがとう。わがままを言えば、もう少し YouTube でなぎちゃんを見たいかな。いや、更新します。ちょっとね、近いうちに作りますね。てか今もう作ってます。そう、ありがとう、イエーイ。まさき、まさき、ありがとう。次、あ、ポムさんだ、ポムさん。
一部ぶりです。ゆかさん話し会ね、ありがとうね。で今サンリオのそう言ったじゃないですか、ポムポムプリン持ってる方。今サンリオのキャラクター大賞っていうのやってるんですよ。それで私はいつもポチャッコに投票してます。よかったら皆さんポチャッコに投票してください。ポムポムプリンじゃないけど、ポムさんありがとうね。これからも健康に気をつけて頑張るね。そう、ジャッコにいつも毎日投票してる。ありがとう。またね。次は、安則さん。ね、コーテンさんってさっき呼んじゃった。安則さんです。安則さん、ありがとう。さあ、なぎちゃんは僕にとって生まれて初めての推しメンなんです。そうなの？初めての推しメン？じゃあ今は他にも推しメンがいるってことですか？すのりさん、みーちゃんのおかげで今まで経験できなかった景色をたくさん見せてもらいました。いろんな景色見ましょう、これからも。ありがとうね、やすのりさん。次のランキングは間違えません。やすのりさん、ありがとう。バイバーイ。やすのりさんもね、いつも名前を間違えちゃう私、すいません。次は、あきらさん。あきらさんもさっき来てくれたんじゃない？なぎちゃんかわいい。ありがとうございます。今日もかわいかったら嬉しいです。あきらさん、ありがとう。あきらさん、キラキラキラ、名前は替え歌、キラキラキラ。次は札幌のウッシーさん。お、ウッシー、実はね、ウッシーっていうね、役名が、ね、あるんですよ、あの舞台で。ウッシー役っていう子がいるんですよ、実は。りょうさん、これりょうさん。ありがとう、りょうさん。札幌のウッシー。ありがとうね。大事にしてるのよね。ウッシー、これからの活躍も期待してください。ありがとうね。じゃん、西野慶吾。次。ライオンハヤトさん、ハヤトさん、ありがとう。ライオン、私がライオンみたいって言ったのかな、これ。なんかそんな気がする。最近可愛さが際立ってます。髪色も似合ってます。ありがとう。ね、楽しくゆったりとおしゃべりできるから大好きです。一番好きかも。デコ出し大人っぽいね。デコ出し、ああ、元カレスってちょっとおでこ出てるかな。ライオンハヤト、ハヤト、ありがとう。ありがとうございます。ゆったり、ゆったりめのお話し会ね。そう、私はそんな感じです。次は小林さん、ありがとう。はい、じゃ続いて、せいか、みーちゃん選抜復帰おめでとう、嬉しい、ありがとうございます。次って書いてある、ありがとう。小林さん、ありがとうね。じゃじゃーん。次、ゆきおさん。ゆきお。元カレです。選抜チーム B 初日おめでとう。ありがとう。体調には気をつけて。気をつけてね。今は大事な時期なんで。ゆきお、ありがとうね。ありがとう。次は。デイビッド、デイビッド、ハロー、久しぶり。1ヶ月前ぐらいに来てくれた。でもね、結構定期的に来てくださるデイビッドさんは、イギリスのね、そうイギリスでお家の中がめっちゃね、おしゃれなんですよ。すごいの。お家素敵ですよ。デイビッド、いるかな今。デイビッド、ありがとう。Thank you。 素敵なお家に住んでます、デイビッドさんは。次はコーヒーミルさん。コーヒーミル、いる？お、劇場で見ることができました。なんと、この方は B 公演を劇場公演で見たらしいですよ。頑張りますので。ありがとうね。初日はなかなか当たらないって聞くので、コーヒーミル、ありがとうね。はい、これからも夢を追い続けていきたいと思います。次、どさんこなおき。あ、なおき、さっきぶりじゃない？
リコルノキお、ミルさんいた、コーヒーミルいるスサンコノキさんねリミスタサイン会お疲れ様ね、お疲れ様スサンコとノキさんが数年前から埼玉に住んでます。あ、そうなの。じゃあ、選抜おめでとうって嬉しい。ありがとう。なんだよ。ありがとうね。ゴールデンウィークは対バンライブ。嬉しいです。お、これ。ありがとう。大丈夫。ゴールデンウィークめちゃくちゃ充実してそう、この直樹は。楽しんでね。でも本当に事故とか合わないように気をつけてください。直樹ありがとうねー。ありがとう。次、ドボンコンサート出演おめでとうございます。あ、そうそうそうだった。私ドボンで9位にランクインさせていただいて本当にありがとうございます。12位だと思ってたんですよ。でもめちゃくちゃ順位が上がっててびっくり。一桁。ありがとう山梨。ノリピーだ。ノリピーだ。ドボンライブ楽しみ本当に。次、愛しい小一さん、小一。小一さん。千葉公演でのりちゃんを初めて見た時からファンになって6年になります。おお、すごい長い。ツアーの時からね応援してくださってる。嬉しい。衝撃を受けた可愛さに。あ。いた、石井光一です。ありがとうね。スクショスクショ、ありがとう。次、ペギ。あ、ペギもさっきぶりじゃん。ペギペギ元カレですのダンスはかっこいい。これからも活躍楽しみです。ね、いっぱい本当に活躍できるように頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ペギありがとうね。ありがたいわ。ありがとうぜ。本当に毎日見てるのかな。でも次、ティンプさん、今月誕生日を絶対やろう。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアティンプさん。じゃあ次、ハッピーバースデイトゥーユー、お誕生日おめでとう。エリちゃんこんにちは。ティンプさん誕生日です。皆さんコメントでお祝いを。エリちゃんのことができて毎日幸せです。次はアイリーン。アイリーン、前みたいに簡単に会えなくなっちゃって寂しいけど、そうだね。ありがとう。いつまでも私のなぎなぎ中でいてください。アイリーンありがとうね。ありがとう。次、あ、なおさん、さっきぶり。なおさん、次、ゆきお。みいろね、髪色も褒めてくださって本当にありがとうございます。なおさんありがとね。じゃあゆきおさん、これ楽しみに待っててください。見てるかな、ゆきお。次、おっくん、大塚正幸さん。おっくん、おっくん、じゃあ次いきます。今日は、今日の気分はどんな感じですか。よしよし、よしよし、くん、よしよし。エリちゃんが頑張っているので僕も頑張ります。え、何頑張るの。お疲れ様。お疲れ様ね、おっくん、ありがとう。ありがとう。頑張ってね、私も頑張るので。お、え、2連続おっくん来た。おっくん、またおっくんだよ。おっくん、連続おっくんです。続いて、あきもん。あきもんです。おっくん、おっくんはお昼何食べたんですかね。おばさん、僕は嬉しくて涙コロコロです。ほんと、おばさん、おいしくてよかった。本当によかったです。これからも応援すると思える最高のアイドルです。おきぬ。次、お、ジュジュさん。あきもんさん、ジュジュさん、ありがとう。ジュジュさん、大事にしてください。絶対今回のダンスは大変でしたか。足がね、足上がんなくて2サビになってくると、サビのそれが大変でした。お、来
構腹筋使いますね、あれ。ジュジュありがとう。次、シュンゴ。お、シュンゴ先ぶり。シュンゴ、らしくてマイペース。でもイベントとかで頑張るときは負けず嫌いな性格で一生懸命すぎるほどで。あそこが好き。ありがとう、すごい的確な好きなところを言ってくださいました。シュンゴありがとね。じゃーん、あ、いた、しゅんこさん、スクショしてね、うん、ありがとう。選抜入りおめでとう。オッケー。次、あ、天球さん、天球さん、ありがとう、久しぶりのサイズで私を優しい気持ちにさせてくれる大切な存在です。優しい、でも天球さんはいつも優しいですよ。そう。じゃあ、続いて天球さん、いつもお仕事も本当お疲れ様です。ありがとね。天球さん、お仕事がね変わって大変って言ってました。次、ひでちゃん、ひでちゃん、お、グラビア全部見ました、ありがとうございます。コンプリートですか。夢の写真集に向けて、そう、写真集ね、出そうね、いつか。ひでちゃん、ありがとう。じゃあ、書いたよ。会おうね、やおで、絶対。次、ペンちゃん、コウジくん、あ、ペンちゃん、ペンちゃん、さっきグリーン。138億年ぶりのなぎちゃんのサインです。私、138億年前は生きてないです。138、なんで138億円したの。ありがとう。じゃーん、ペンちゃん、ペンちゃん、ありがとね。やばい、よし、サンちゃん、サンちゃん、ありがとう。いつもガオガオでいっちゃいましょう。今年はガオガオ継続していこうね。そうだね、電池切れにならないように常にガオガオでいきます。ありがとう、サンちゃん。じゃあ次、じゃーん、次、じゅんいちさん、じゅんいち、髪色かわいい、舞台も楽しみ、稽古頑張って、土日も見に行く予定だよ、ありがとう。じゅんいちさん、いろんなお話あるので好きなお話をね、あったらもう終わった、見終わったら教えてほしいです。ありがとう、じゅんいちさん。じゃひ、ちひろちゃん、あ、ちひろちゃん、久しぶり。ちひろちゃんもお昼食べた？難しいだって、確かに難しいね。次、りんかちゃん、舞台もね、そう、楽しみにしていてください。ちひろちゃん、ありがとね、バイバイ。ちばふさん、次、ちばふさん、元カレですと、元カレです関係をなぎちゃんに入部しようと打ち込むと、元カレ、元カレですと変換されてしまう。え、私もあの元カレって打つと元カレって出るんですよ。なんでだろう、そんなカレーっていつも打ってるわけじゃないのに同じ。ありがとう、りんかちゃん、いつも伸ばす方を消してるんですよ。そう、スープカレー好きだよ、なぎ。ありがとね、しばすさん。ありがとう。次、あ、メロンメロン。メロンメロン。ありがとう。イケメンなぎちゃん。そう、この方はね、私をイケメンって言うんですよ、いつも。イケメンみたいです。髪短くなったから、ね、確かにイケメン度を増した。ありがとね、毎日好きを更新、限界が見えない。ありがとう、メロンさん、ありがとね。次は博多マリカタマン、お誕生日もね、引き続き本当におめでとうございます。誕生日1年に1回しかないので、誕生日は当たり前だけど、不思議の国のアリス、帽子屋みたいな、なんでもな
ない日をね祝うわけにもいかないので。はい、それからも私の歌声で元気になってね。はい、誕生日大切に過ごしてね、バリカタマン、ありがとね。はい、じゃあ次、あやかんちゃん。次は、ちーちゃん。あ、ちーちゃん、ありがとう、いつもありがとうございます。そう、お話し会もね、早くちーちゃんとお話ししたい、待ってる。ありがとうね、ちーちゃん。4月が社会人になったんですが、いつも存在助けられている、応援してます。大好き。次、たかき。たかき。社会人頑張ってね、1年目。2枚目です。そうだね、一部も来てくれてた。なんだかもう1枚ゲットできるとは。最近、なぎちゃんにすごく魅力を感じています。本当に嬉しい。うん。時折に見せる無邪気な笑顔も好きです。本当？あ、3忘れてた。高木さん、ありがとうね。またお話しようね。バイバーイ。あ、ちーちゃんも録画作るね。待ってるね、録画。次。次、ただっちさん。ただっち。えいちゃん、選抜入りおめでとう。公演も行きたいな。ねえ、これからね、新しいチームになって。もちろん、8公演もね、やってるので。A とか B かどっちか見に来てください。タダッチありがとう。よし、次チロルことカネリンさん。あ、チロルさん、そう、チロルチョコの T シャツ着てるんですよ、この方いつも。かわいい。チロルさんありがとうね。思えば iPad で抽選していた時代、ルイちゃんのサイン何連続も失敗してました。あ、当たんなかった。でも今回は絶対に、そう、絶対に今回は書いてもらえるので。そうね、わーい、来た、だって。そうそうそう、書きますよ、もちろん。カネリン、チロル、ありがとね。じゃーん、エリちゃんお腹冷やすことするのが意外にびっくり。次、あ、シンカちゃん。そう、シンカちゃんはね、あの今留学中なんですよ。だからちょっと日本にいないの、この子は。頑張ってるのよ、留学して。しんかちゃん、会えなくて寂しい。そう、久しぶりだね。そう、時差すごいからお話しか一回も行けない。そうだね、髪色も褒めてくれて。日本帰ってきたら会おうね。しんかちゃん、ありがとう、頑張って。すごいね、留学してる人って本当にすごいと思う。次、あ、リーチさん。リーチさん、見てますか。チーム B 公演初日、まさかの最前列で。そう、めちゃくちゃリーチさんと目合ったなぎ。そう、リーチさんいると思って。そう、たくさん親になりましたね、本当に。北海道好き？ありがとうね、リーチー。お、ファイターズの試合見てるっぽい、今。まあ、楽しんでください。リーチ、ありがとう。野球観戦中か。あ、次、マサトさん。マサト。マサトさん。いらっしゃいます、今。マサト、ありがとうね。あ、いた、いるよ。ちゃんと届くと思うので飾ってね、どっかに。ありがとうね。次、ミルク猫さん。ニャンニャン猫ですか。みーちゃんの活躍、いつも元気と癒しをもらってます。ありがとう、頑張ります、これからも。ありがとう、ミルク猫、これからもよろしく。ニャンニャンミルク、ありがとう。髪色似合ってる、かわいい。ありがとうございます。中やすし、次。お、やすしさん、やすし先生。おすすめのオカルト作品てか、最近なんかさ、見たいなって思ってるのが、オカルトっていうか、ちょっとサイコパスホラーなんですけど、死刑に至る病っていう作品を今ちょっと見たいなって思ってます。やすしさん、ありがとう。次、千葉のカメちゃん。カメちゃん、
先発復帰おめでとう。新チームでの活躍も楽しみにしてる。ありがとね。笑ってなんやねん。でも嬉しいっす。千葉の亀ちゃん。今日も綺麗だよ。ありがとう。ありがとう。じゃーん。亀ちゃん。じゃあ続いて。すぐ。次。北海道のカッキー。あ、カッキー。カッキーちょっと久しぶりかも。元気ですか？元気に過ごしてますか？お題に沿ってお疲れ様でした。演者が楽しみにやってみましたので一番撮るようにお願いします。今ちょっとおめでとう。おー、MV も見てくれた。ありがとう、ハードな岩。かっこいいなぎちゃん、好きになりました。ありがとう。カッキーありがとね。北海道からいつもありがとう。よし、次はチューシーさん。チューシーありがとう。2022年の1年、平和で、平安で、健康で、楽しいことを祈ります。そうだね、楽しく過ごそうね、今年は。中心さん、体気をつけてね、本当にありがとう。あ、いた、中心、中心大事にしてね、ありがとう。あゆまるちゃん、次。うん、あゆまる、昨日もたくさんお話ししたね。まあ、ありがとう。今日は何してるのかな。昨日もお話し会ぶり。そうですよ。仕事で最後仕事で配信ありがとうね。これからもそういっぱい会いに来てね。いっぱい会おうね。ありがとう。あ、はーい、やって。ありがとうね。私もお仕事中だと同じだね。ありがとう。次はマーフィー。マーフィー。マギかわいすぎ。私は日本国外に住んでいて、ネットサインクラブにしか参加できません。早くお話お会いするために日本に行きたいです。日本来て。そうだよね、今時期は本当難しいと思うんですけど。マーフィー待ってますよ。私はいつでも待ってる。ありがとう、マーフィー。バイバイ。本当にたくさん、これからもずっとマーフィー。次、クッキーさん。クッキー、みーちゃん先発復帰おめでとう。ありがとう。ありがとう。どんな時も楽しむ気持ちを忘れないで。そうなんだよね。気負わずにこれからも頑張ってね。そうですね。クッキーも気を負いすぎず楽しく人生を生きましょう。クッキーありがとうね。じゃーん。次、ゆるん。あ、ゆるゆるん。ありがとう。ゆるん。こんにちは。昨日お話し会ありがとう。ありがとうね、来てくれて。ゆるんは絶対にそう見てくれてそう。会いに行くことが難しい現状にあるのでオンラインイベント感謝してます。ありがとう。またいっぱいお話ししたい。ゆるんありがとうね。ゆるんさんね。次はていちゃん。かわいい、ていちゃん。ていちゃんって呼ばれてるのみんなから。選抜復帰もありがとう、祝ってくれて。元カレですのなぎちゃん、すごくかっこよくてもっと見たいです。ありがとうね、髪色もありがとうね。ていちゃん、バイバーイ。次、荒木かな。かなちゃん、かなちゃん、昨日、あ、昨日、あ、違う違う、昨日、違うな、B の初日に来てくれてた。ありがとう、かなちゃん。お仕事は大変ですか？ね、お互い頑張りましょうね。そう、さっきも、ありがとうね、かなちゃん。公演イケメン天使でした。イケメン、ありがとう。イケイケです。お次はポムさん。ポムさんめちゃめちゃ来てくれる。ありがとうね。ありがとう。ポムさん、じゃあ続いてリュウ。あ、ノーコメントだ。気になるな、リュウ。リュウザエイトの舞台がありますね。どんな舞台になるか、そう、わからない。オセロ、ポム、ありがとう。最後まで頑張ります。ありがとう、リュウ、大事にしてね。シバフさん、シバフさんもね、ありがとう。たくさんありがとうございます、本当に。続いて、ドマ、好きって書いてある。
い。ダンスの一番の見どころはサビです。サビのガッて出てくるところありがとうね、しわすさん。好き、ありがとう。2番の振りも好きなんだよな。ゆいゆいが一瞬センターになる踊り。のりさん、お、のりさん久しぶりに。お誕生日おめでとう。のりさん、ありがとうね。いいじゃん、歌わない。えりえりを応援しています。ありがとう。また私の歌聴きに来てください。次、お、しばふさん。のりさんを挟んでまたしばふさんです。ありがとう、ありがとうね。しばふさん、続いてブルーグラス。お、しばふの絵描いてくれた。これね、文字数収まらないからさ、ちょっと書けないけど、ね、ありがとう、しばふさん。よし、次、奥住なぎいちさん。奥住さん、元気ですか、奥住さん。みーちゃん、選抜おめでとう。ありがとうね。チームメイトがこれからもっと盛り上がっていることも祈っていますので、あ、ね、祈ってて、絶対。奥住さん、また会える日楽しみにしてます。ありがとうね。おめでとう。りょうにーさん、りょうにーさん、りょうにーさんの番が来ましたよ。二度目のこんにちは。そうそう、さっきのね、選抜おめでとう、ありがとう。一押しになってちょうど5年目だって。そう、嬉しい、ありがとう。お手本、うん、本当ダンス上手いですか。ありがとう、りょうにーさん、ありがとうね。初めか思い出す、これからも大前皇帝ラブ&ピースの楽しく演技を出していく。ありがとう。次、サトシは給料泥棒。これからもよろしくね。給料泥棒っていうのは本当にインパクトが強いからいいと思うよ。昨日のお話し会もね、来てくれてて本当にありがとう。はい、じゃあ次、チーアナ。でもね、お仕事しっかりしてるからそんなことないですよ。本当にいつもお疲れ様です。サトシ、ありがとうね。じゃあ、大理系ピアノ、ありがとう。これからも大理系ピアノ。次、えんちゃん、えんちゃん。次はショートめちゃめちゃ似合ってるよ。嬉しい。ショートにしてね。もう結構ちょっと経ちますね。ありがとうね。お話し会待ってます。えんちゃん、いつもありがとう。お題に咲いたり最高でした。で、ケイホカさん。ケイホカ。まだまだ。2枚目だ。本当だ。また同じこと書いてある。好きすぎちゅうちゅうって。ケイホカさん。ありがとう。ケイホカ。ありがとう。3、ゴールデンウィーク楽しんでますか。じゃーん、バイバーイ。次、アンドローラ。あ、アンドローラ、ちゃんと。次、ももちゃん。あ、ももちゃん、ももちゃんもね、昨日いっぱい話した。ありがとう。ピンショにちゃんも来てて、そばかすのキスはその2番がいいんですよ。B の曲で何が好きっていう話したんです、昨日。ももちゃん、ありがとうね。いいよね、そばかすのキス。タンポポのキスも好き。ありがとう。次、あ、クーホンだ、クーホン。クーホン。久しぶり。はい、続いて、なお。今回は漢字の名前だよ。あ、ほんとだ。韓国語じゃない。そっか、漢字か。韓国語バージョンね。漢字の読み方は韓国の読み方だけど、韓国は一つの漢字は一つの読みだよ、だって。そうなんだ。あ、パクとクンとホンってことだね。でも握手会で止まんなよ、止まんなよ、また会いましょう。なるほどね。止まんなよはまた会いましょうって意味らしいです。トク、クン、ポン。すごい、わかりやすいね、なんか。クンホン、ありがとう。止まんなよ。言い方合ってるかな。ありがとうね。これからも応援し続けます。クンホン。
次、芝生、あ、芝生さん、芝生さんめちゃめちゃある、ありがとう、お願いします、ありがとう、さとのいさん。チーム B のカップリング曲やらかそうですが、最近プライベートでやらかしたことある？やらかしたこと？なんだろう、何やらかしたかな。最近なかなかお風邪、お風呂の栓を幸せれてお湯が流しっぱなしだったことがあったよ。それめちゃくちゃ悲しい。お水代、水道代がちょっとかさむね。やらかしたこと？なんだろう、最近でも4時とかまで起きてます、私。それでいつも朝起きるときに、あ、やらかしたって思いながら朝起きます。ありがとう、しばすさん。コメントがボンですいません。そうかね、今朝も4時に寝て朝起きた。そうね、めちゃ眠かった。でも寝れないんですよね、なんか最近一回4時ぐらいまで起きちゃうと、まあ、それが続いちゃうんですよ、なんか。はい、ありがとう。ね、えみちゃんのおすすめのハイナイファンタジー10を買ったので、今度はハイナイファンタジー10。あ、カズギーな、ちょっと間違った。カズキさんなのに、カズギーなさ。カズキさん、カズキさんいらっしゃいますか。ありがとう、いつも。えみちゃん、選抜復帰おめでとう。ありがとう。ありがとう。最後だよ、カズキさん。自分も頑張ろうと思わせてくれます。ありがとう。かずきさーん、じゃーん、かずきー、ありがとうねー。よし、終わった。もうスルスルーンとカキカキしました。あ、すごい、もう終わりだ。多分書き直しはないと、あ、ありそうです。あ、ない、書き直しない。さっきはね、書き直しが2枚あったんですよ。そう、終わりです。じゃあ、初めてやったんですけど、本当に楽しかったです。楽しい、ちょっと新感覚な感じで、はい、あんまコメントは読めなかったりするんですけど、書いてるからやっぱりね。でも、良かったなと思います。じゃあ、ランキングを読みたいと思います。いきます。13位ナオティさん、ありがとうございます。12位はチップさん、ありがとうございます。11位はミルク猫さん、ありがとうございます。10位はモリリン1223さん、ありがとう。9位ジュジュさん、ありがとう。8位カネリン、シロルさん、ありがとうございます。7位シンさん、ありがとう。6位はあゆまるアットマーク、なぎちゃんの可愛さ右肩上がり。本当にもっと可愛くなれるように頑張ります。ありがとうね。次は、5位ポムポムオセロさん、ありがとう。そして4位国陽かっこ弱い人さん、ありがとうね。3位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとう。2位はしゅんごさん、ありがとう。1位はさんちゃんさん、ありがとうね。はい、以上になります。配信見てくださってありがとうございました。またね、次も選抜に入れたらインターネットサイン会もやると思うので、ぜひ皆さん応募してみてください。その時に、じゃあ本日はリミスター AKB4859ありがとう。はい、さようなら、ありがとうございました。